今回はわずか30手で勝ちになる手が発見されたので、その手を紹介したいなと思います。この碁は僕が白番ですね。では初手から見ていきたいと思います。こう二間ジマリがね、大流行の布石で、まあ、白はゆったりした布石を目指してますね。お互い我が道を行く進行で、ここでかかりましたね。で、黒は左辺に打って両がかりですね。で、黒はツケ伸びて、白三々に入りましたね。で、ここで黒がこちらに押さえた手がとてもいい手でしたね。ここで部分的には黒がね、少し甘いとされてるんですけど、こちらに渡って。この場合はですね、方向がぴったりでしたね。右辺の方に黒模様を作りたいということで、全局的に見て黒が最善の手を選択したかなと思います。白の注文としてはですね、こちらに遮ってもらいたかったんですよね。で、この手に対して白は渡って、で、黒切りになるんですけど、これはですね、部分的には黒が不満ない別れなんですけど、この星の位置ですね。辺の星の位置が少しだけ働きが悪いんですね。この辺の星がなければ部分的に黒が不満ないんですけど、この石があることによって白はこの別れが打てると見てるわけですね。右辺にできそうだった黒のね、模様が消えてますから、これは白不満ないんですね。だからこれが注文なので、この手がいい手なんですね。で、割り込んで、いや、この手がね、しっかりした堅実な一手でしたね。まあ、ついね、こちらに桂馬したくなるんですけど、ここがね、お互いの模様の争点なんですけど、一番目いっぱいに広げた手で、こういうふうに打ちたいんですけど、ちょっと白からね、いろんな手がありまして、例えばなんですけど、こういうふうにね、2線に打つような手があるんですね。で、ここに打たれると、右辺の黒のね、地が消えてしまうっていう可能性がありますので、少しね、広げすぎっていう可能性もあるので、もちろんね、この桂馬はとてもいい手なんですけど、まあ、この後の打ち方が難しいんですね。というわけで、これはね、堅実な一手で、まあ、棋風が現れるとこですね。で、白こちらにね、ハサミを打って、まあ、ここで、布石がね、一段落したかなと思ったんですけど、この布石はですね、白が少しだけ、ほんの気持ちだけね、成功したかなと思いました。まあ、どうしてかというと、白石はね、すべて、働きが、目いっぱいの働きをしてるんですけど、ちょっとね、右辺の黒の構えですね。この一見の構えが少しだけ硬いんですよね。やっぱり気持ちとしてはね、こういうふうになってれば、これは結構互角かなと思うんですけど、白がね、作戦的には成功したかなと思いました。ただですね、この次の黒の一手がとてもいい手で、もう自分の形勢判断がね、間違っていたっていうことをね、思い知らされたんですね。で、ここで黒の次の一手は、こちらの三々でした。いや、これがですね、普通の手に見えて、全く油断のならない手なんですよね。で、白こちらから押さえる一手で、で、黒張って。で、黒の狙いとしてはですね、例えば普通の定石を打つとですね、こういうふうに打って。で、こういうふうに普通の定石を打つと、まあ、ここはですね、跳ねて継ぎではなくて、かけ継ぎがいい手なんですね。かけ継ぎがいい手で。で、普通の定石を打つとですね、まあ、これが部分的には普通なんですけど、これはですね、ちょっと白が硬すぎるんですよね。
これこの場合ね、ここが絶交点で、やはりね、ここがお互いの絶交点なんですね。こちらに打たれてしまうと、これはですね、部分的には互角なんですけど、これ左辺のね、開きとかが結構狭くて、凝り形ですし、上辺の白模様もね、この桂馬によってだいぶ消されてしまうので、これはね、黒がいいんですね。この図を黒は目指してるわけですね。だから白としましては定石を打つと悪くなってしまうので、ここでですね、桂馬に打つのがいい手なんですね。この伸びに対してはしっかりもう戦っていくと。これ白石が周りにいっぱいありますので、この戦いは白がとても有利な戦いなんですね。この手に対してはやってこいという感じですね。で、この桂馬がね、お互いのやっぱり絶交点なんで、で、ここに打てれば白も不満はないんですね。こうなればいいんですけど、こうはならないですね。まあ、どういうことかと言いますと、こちらに白が当てたときですね、こちらに白が当てたときに、次なら白としては不満がないんですが、こちらに、この場合はですね、コウに弾いてくるんですね。この手が最強手で成立してるんですね。で、白がコウを取った時に、黒から絶好のコウ立てがありまして、こちらに放り込むっていうコウ立てがあるんですね。で、これはさすがに大きいので取らないといけないので、で、黒に取られた時に、これ盤上見渡してみると、黒がとても厚い碁形で、コウ材が一つもないんですよね。白がどこを打っても黒はコウ解消してきますので、これはですね、黒が全局的に見て、コウはやれる形なんですね。コウ材がないんですね。で、黒だけコウ材が一つね、あるんですね。なので、こうカケツギ打たれると白が当てれないんですよね。当てると弾かれちゃうので、これぐらいになってしまうんですね。次に切る手がありますので。で、これで隅を先手で処理されて、やはりね、この絶交点の桂馬に先にね、黒に打たれてしまうんですね。で、こうなってしまうと、これまだね、黒から伸びて動き出す手も残ってますので、これは白が相当悪い形なんですね。これは白がもう耐えられない図なんですね。なので、ここはですね、定石を打つと、これ簡単に白が負けになってしまうんですよね。だから定石を打てないっていう局面になってしまいまして。だから白は工夫しなきゃいけない局面なんですよね、ここでは。というわけで実戦はこちらに2線に跳ねていきました。まあ、ここが急所かなと思いましたね。で、ここで僕の読みとしてはですね、こちらにね、黒つける一手だと思ってたんですね。で、白が押さえて、黒ついて、白もついて、で、黒は跳ねてカケついて、これ部分的に隅は生きてる形なんですね。跳ねには下がっといて。で、ここで、白何が嬉しいかというとですね、白が先手で好きなところに打つことができるんですね。で、上辺の白も左辺の白もいくらかね、強くなったので、まあ、ここら辺にね、打ち込みなんかにもね、回れるので、この図になればね、白がまずまずかなと思いましたね。だから、白としてはこの図を目指していったわけですね。これが白の理想形なんですけど。なんですが、ここで黒からとてもいい手があったんですね。こちらにね、桂馬に滑るっていう手が、ちょっと僕知らなかったんですけど、この形は、もうつける一手だと思ってたので、この桂馬知らなかったんですよね。まあ、この後どう打っても白からいい手がないんですよね。例えば白が押さえると、黒こちらに跳ねていこうっていう狙いがあるんですね。で、白が押さえると伸びて、
これはですね、白としては隅で封じ込めるっていう予定だったのに、ちょうどね、突き抜かれて、頭出されてますから、これはもう白負けなんですね、この図になってしまったら。これはもう、耐えられない図なので、抑えてしまうとね、この手がぴったりなんですね。で、白としてはもうコスミつけるしかないんですよね。もう無理やり止めるしかなくて。で、ここで黒から伸びる手が成立してまして。で、切った時に、こちらからね、当てて、下がりで。これ隅がですね、ぴったり生きてるんですね。白の羽に対しては、ついでおいて、置きに対しても、隅の方からね、押さえておいて、白が張っても外から当てて、これは白石助ける手がないので、二眼でぴったり生きてるんですね。で、これ、生きられてしまうとですね、隅生きられた上に、これ、黒の切りが入ってるんですね。で、白が切った形がとても悪くて、この団子形になってしまっていて、で、白一手必要ですから、ここで。白が後手を引いてしまうんですね。で、白が後手を引いて、で、黒がね、先手で、やはりこの桂馬がね、お互いの絶好点なんですね。右辺の黒模様を広げながら上辺を制限して、いくらかね、西にも援軍を送ってるので、この石はね、もう軽く見て、黒は打ちますので、やはりここが絶好点なので、これもですね、もう白が負けなんですね。相当白が悪い図で。白がね、いいこと何にもないんですよね。先手で隅生きられてしまって、さらに一番大きいお互いの絶好点黒に打たれてますから、白何もやってないんですよね。で、左辺も凝り形、上辺も悪い団子形にされてると。だからこの桂馬が恐ろしくいい手で抑えることができないんですよね。なのでもう実戦仕方なくね、これがもう仕方なく妥協したんですか。もうこれしか選択肢がなくて。で、黒はぶつかりを打って、張って。これ伸びるとまた手を抜かれて、今度はですね、ここが大きいんですよね。もう上辺はもう凝り形なので、この桂馬の価値っていうのはもう下がってるんですね。もう、凝り形ですので、裾も空いてるのでね。なので、今度はこっちが大きくて、付け引きが大きくて、で、黒にね、飛びぐらい打たれて、まあ、伸びがね、急所なんですけど、これで、まあ、付けぐらい打たれて、ちょっとまた、ここら辺で戦い起こされて、これも白が負けなんですよね。もう上辺がね、裾空きですごい凝り形にされて、もう左辺も結構凝り形で、もう黒の石が全て働いてるっていう状態なんですね。なので、もう伸びは耐えられないということで黒に手を抜かれてしまうので、まあここは気合としては抑えましたね。で、黒切りがね、とてもいい手でしたね。切りから。押してく手がね、これ全く気づかなかったんですけど、押しが。めちゃくちゃいい手でしたね。で、跳ねて。これが先手なんですね。黒の跳ねが。で、この飛びもですね、先手で効いてるんですね。白が手を抜くと、こちらに切る手があって、種石の2子が取られてしまうので、この手も先手で効いてるんですね。で、この跳ねもね、先手で効いてるんですね。辛いところで。でも、この時点で白が相当悪いんですけど、僕の読みとしては、黒に生きてもらって、桂馬にね、裂いていこうっていう読みだったんですね。ただこれ白がね、上辺すごい凝り形にされてまして、もう隅もいい形で黒生きてますので、ここら辺にね、軽く逃げ出されてても、これはですね、やっぱり白が相当悪いんですね。まあ、そういう読みだったんですけど、さらに黒からね、次の一手もめちゃくちゃいい手で、ここがやっぱりね、いい手なんですね。
これがね、全く見てなくて、このツケ。もう、隅のことでね、まあ、白頭がいっぱいで、隅とこの上辺の、ここら辺の黒のことで白頭がいっぱいで、ここ全然見てなかったんですよね。で、これがね、やっぱり、このツケを見ても天才だなと思いましたね、相手の方。もう全局を冷静に見てて、一番大きいところがどこか分かってるんですよね。で、このツケを打たれて、ちょっとレベルのね、違いを思い知らされたという感じでしたね。で、白は押さえて引いて、まあ、切りがあるので継ぐんですけど。で、黒跳ねて、で、白が跳ねると黒は伸びて、で、こうなった状況がどういう状況かっていうと、これ黒はね、すべての石が躍動してるんですよね。これいつの間にか右辺から真ん中がものすごいね、黒の模様が、巨大な模様が出現してまして、もうこれはですね、白が相当ひどい形になってまして、もう黒勝ちなんですね、ここで。もう大差で黒が勝ちなんですね、これは。もう白は全部利かされてしまって、真ん中がすごいことになってまして。で、隅の黒なんですけど、これ白から無条件で取る手がないんですよね。まあ、跳ねぐらいなんですけど、まあ、切りが効いてまして、黒からこの一線の後は効いてるとこなんですね。で、もう簡単にここら辺黒が打っとけば、この形は白の当てに対しては弾いて簡単にコウになるところですので、これ白から無条件で取る手がないんですよね、この左上の黒っていうのは。なので先手で隅に手を残されて、で、上辺もですね、先手でかなり白が利かされた形になって、もうここら辺の黒は全部軽い石なんですね。もう利かした石なので。で、左辺の一番大きかった付け引きも黒に打たれてまして、伸びた形が素晴らしくいい形なんですね。で、これまだ黒から左下の隅にですね、こうつけてくっていう狙いが強烈な狙いなんですよね。つけが強烈な狙いでして、例えば白が下から跳ねたらこういうふうに跳ね出して、これ戦っていくとですね、これ分断されてしまって、この白の切断された2子が相当弱くなるんですよね。だからこの狙いも残ってますので、つけてく狙いが相当強烈です、これは。だからもう、この状況はどう、この状況はもう白が勝ち目がないっていう状況で、大差で黒勝ちということになるんですね。もうこの後は、ここにね、こうなった形はもう白が勝ち目がなくて、まあ、この後ね、しばらく打ったんですけど、まあ、全く勝負にならなくて、この後は。何もできずに完敗という、大差で負けという、完敗どころかもう大差で負けました、この後は。もう本当に何もできなかったですね。だから、相当な、ちょっと実力の差を見せつけられて、ちょっと自分の弱さをね、改めて自覚したという、そのレベルの違いをね、思い知らされた一局でした。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。最後に結論を言うとですね、この黒が張った時に、白の30手目、この30手目のこの2線に跳ねた手が敗着になりました。これが自分なりに工夫した一手だったんですけど、黒の桂馬がとてもいい手で、この後白いい図がないんですね。だからここは辛いんですけど、定石通り打つよりなかったというのが検討した結論でした。ただ、これ定石通り打ってもですね、白が
いくら検討しても白にイーズが全くなくて、ここで当てる手がないですので、まあ、結局これぐらいの打ち方しかないので、だからもう結論としてはもう相手の布石がちょっと天才すぎて、もうこのコウに33入られた時点でね、白がこの後イーズが見つからなかったというのが僕の出した結論でした。